はい、まずは痛みの理由を知っていくことから始めていくべきです。痛みの原因、理由を知らずに治療、例えば痛み止めであったりとか、痛いところにお薬を打ったりとか、注射、あとはそういったことをやって温めていくだったり、電気をかけていくっていう治療が、世間では多い、一般的になってしまってますが、それは他の、場合で言うと、とりあえず胃が痛いから、お腹が痛いから胃薬を出されているのと一緒のことです。とりあえずお腹が痛いから胃薬を出されるっていうことは、ほぼありえません。お腹が痛くなったら、そこに何かウイルスがいないのか、菌がいないのか、で、それに対して合っているお薬は何なのかっていう形で処方されていくと思うんですけれども、こと痛み、慢性痛に関しては、痛みが出たらとりあえず痛み止め、とりあえず湿布、とりあえずお薬、そんな形で、とりあえずその場で痛みを落ち着かせるものっていうのを処方されることが多いですが、それではどうしても根本的な解決にはなってきません。根本的な解決にはなってこないんですね。それをまず自分自身で痛みの原因をちゃんと知ること。そしてそこに対してちゃんと治療をやっていくこと。それによって痛みっていうのは良くなっていきますので、まずはその原因を知ることから始めていただければというふうに思います。で、この絵ですね。まず人の体を前から見ているような絵だと思ってください。人の体を前から見ているような絵で、赤い部分がやはり多くの方がお悩みの部分じゃないのかなっていうふうに考えてます。例えばこの腰、そして膝、首の部分ですね。多くの方がこういったところの痛みで、当院にも来院されますし、実際にデータとしてもこういったところの痛みがほとんどの場合を占めているっていうふうな形に言われています。では、ここの腰、膝、首っていうところの原因はどこなのかって考えていくと、もちろんですね、そこの部分にあることも、原因があることも中にはありますが、多くの方はそうではありません。多くの方の原因として考えられるのは、ここの股関節であったりとか、足首であったり、肩甲骨、胸の骨っていうところが原因になりやすいですよっていうところをお伝えしていきます。どういうことかというと、腰であったり膝、首っていう部分は本当はあまり動かしてはいけない部分、関節なんですね。重たい頭を支えなければいけない、首の骨、そして上半身全部を支えなければいけない腰、膝の動きっていうと、こう曲げ伸ばしすることしかできないはずなので、本当はあまり動きすぎてはいけない部分になってしまっているんですけれども、逆に動かなければいけない股関節であったりとか、肩甲骨、胸の骨、あと足首ですね、足首。そういったところの動きが悪くなってしまうと、反対にここの腰の部分であったりとか、膝の部分、首の骨っていうところが動きすぎてしまいます。動きすぎてしまう。そのことによってエネルギーが強くかかってしまい、動きすぎると、例えば動きすぎてしまった時にはぎっくり腰であったりとか、ヘルニアっていう形になってしまいますので、この動きすぎるのを防いでいくことがとっても大事になります。つまり全部が5対5って、股関節も腰も5対5って動けばいいはずなのに、股関節が硬くなりすぎて1しか動かなくなると、ここは9のエネルギーが必要になってしまい、動きすぎた時にはぎっくり腰であったりとか、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症って形になります。膝も同じです。ここが膝が頑張りすぎて動きすぎると痛みが起きてしまいますよって形になってますので、まずここの、本当は動かなければいけない関節、つまり股関節、肩甲骨、足首、そういったところがとっても大切になってきますよっていうところをまず一つ押さえておいていただければというふうに思います。で、今日お伝えしていきたい体操、セルフケアに関しては、まず、ここの股関節、その周りに対するアプローチになってます。これは、腰痛、そして膝痛の方にとても効くセルフケアになってますので、そして何も用意する必要はありません。何も用意する必要はありませんので、安心してできてくるかなと思います。股関節であったりとか、股関節じゃないです。腰の痛みであったり、膝の痛みで悩んでいる方は、今日のこの体操をまず簡単に試していただければと思ってます。この体操をやっていく場所としては、ここ、膝のところです。膝周りですね。膝のお皿が、ここにあったときに、膝のお皿があったときに、指4本分です。いや、5本分でいいです。手のひらを膝のお皿の端っこからスタートして、膝のお皿の端っこからスタートして、ちょうどですね、手を両方こうやってついたときに、親指が当たるところらへんです。親指が当たるところ。この辺に、何かですね、グリグリしてるような痛いところがあるはずです。ここ。ここの部分です。このグリグリしてるところを、こう手を置いた時のちょうど親指のところ。手を置いた時のちょうど親指のところを、ここをですね、ちょっと痛いな、結構痛いなっていう形で、こうグリグリしてあげてください。これ。ここを裂くようにですね。ちょっとやり方を失敗してしまったり、強すぎたりするとですね、青くなったりとか、青たんみたいになったりすることもあるかもしれませんが、これを深呼吸をしながら、ここ、グリグリしてあげること。これです。この体操をしてあげると、セルフケアをしてあげると、膝の痛みもそうですし、腰の痛みっていうところも、改善していきます。なぜかというと、ここの部分は股関節とつながっている筋肉になりますので、ここをしっかりとグリグリして調整してあげることによって、股関節までつながっている筋肉なので、ここが1の状態から5の状態に戻ってくれます。5の状態に戻ってくれるので、5対5ってなると、腰痛であったりとか、膝の痛みっていうところが解決していきます。すべて5対5対5っていう状態を作ってあげることが最初の大事な目標になっていきますので、ここの膝の部分に対してですね、グリグリ、おさらいしますね。膝のお皿のところから手をポンって置いていただいて、この時の真ん中に置いた時の親指のところをこうやってグリグリしてあげてください。これなら膝が曲がらないとかですね、腰が痛くてかがめないとか、そういった症状の方でも全然大丈夫です。これをグリグリしてあげること。およそ深呼吸。ふーって息を深呼吸吐きながら、ここをまずグリグリやってあげることです。こんな形で少し上の方に行ったりとか、ここ痛いなーっていう部分に対してアプローチしてあげると、どんどん膝の痛みであったりとか、腰の痛みが解決していきますので、まずはこれで、痛みをご自身で取ってみていただければと思います。次回のお話は、足首のところ、ふくらはぎのところについてのお話をしていこうと思います。ぎっくり腰になっちゃった場合であったりとか、もちろん膝の痛みっていうところにも効いていきますので、ぜひ、そちらの動画をお楽しみにしていてください。また明日、お届けしていきます。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。